い、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英熟語の第2弾をお送りします。で、今回はね、この5つの熟語をやっていきますので、この状態でテストしたい方はぜひ動画止めてやってみてください。よし、じゃあ1番から早速ね、いきましょう。で、今回2個ルックです。で、実はもう1個あるんですけど、この中に説明する中でね。で、ルックを使った熟語ってすごいたくさんあって、まあ、その中でもまず有名なの2個、まあ、カッコ3個をね、今回取り上げます。で、まず1個目、ルックアットですね。で、ルックっていう、これがね、もともと見るっていう意味を持ってるので、ルックアットが一番なんかオーソドックスというかシンプルなやつで、ルックアットホニャララ、まあ、これホニャララを見るです。だからすごくよく使いますね、ホニャララを見る。だからアットを使うんだっていうのを思いとか覚えておくといいです。で、例えば I look at ホニャララって言えば、私は何かを見るっていうことができるし、あとは命令文で、まあ、look at the、まあ、ブラックボード、まあ、ボードでいいかな。あ、まあ、ちょっと、あ、いいんだ、ごめん。 look at the board、まあ、これで黒板を見なさいみたいな、ルックから始まってるからね、命令文になってるんで、黒板見なさいみたいな、まあ、Look at the blackboard のがいいんですけど、本当は、まあ、こういった使い方もよくします。まあ、これは Look at 見るですね。で、次が Look for です。 for で、これ意味ガラッと変わるんですけど、 Look for ホニャララで、ホニャララを探すです。ホニャララを探すっていう意味になります。これもよく出てくる、 Look for ね。で、次はルックではないんですが、まず、take care of。take care of ホニャララ。で、これが、ホニャララの、ごめんね、ちょっと今風邪ひいてる自分がね、申し訳ない。ホニャララの世話をするという意味になります。で、これすごく大事な熟語で、なんでかっていうと、あと2つ。有名な同じ意味のものがあるんです。なんでこれ書いておきます。同じだね。はい。で、まず順番ね、どっちでも構わないんですが、まずここでルック出てきます。ルック、一つ目ルックアフターです。ルックアフターホニャララ、これもホニャララの世話をするという同じ意味になります。で、もう一個は同じくケアを使うやつなんですけど、ケアフォーホニャララです。これもホニャラの世話をするなの。で、例えばケアフォーみたいに、これ大事に思うみたいな意味を持ってるのね、別の意味も。で、もちろんそれも大事なんですよ、覚えてるの大事なんですけど、今回はホニャララの世話をするっていう、この意味の熟語がこの3つ、 Take care of、 Look after、 Care for と3つ、これ全部有名なんで、ぜひね、セットで覚えちゃってください。これが3つ目のルックね、今回はね。で、次が walk to です。walk to ホニャララ。これは walk がね、歩くって意味があって、まあ、to がどこどこにって意味を持ってると。だから、どこどこに歩くって意味になるんですが、ちょっとその言い方を変えて、歩いて、どこどこに行くみたいな時に使えます。walk to ホニャララ。で、これも一個同じ言い方があって、ごめんね、喉が。で、同じ言い方、まずどこどこに行くって意味を持ってるので Go to を使います。 Go to ホニャララ、どこどこに行く。で、それに歩いてっていうのをくっつけたいと。で、それが、いや、あ、いいんだ、色を間違えた、ごめんね、ちょっと消すよ。 Go to ホニャララで、歩いてがこれです。 on foot、これだけでも歩いてって意味を持ってます。それに行くがくっついて、歩いてどこどこに行く。Go to ホニャララ on foot。これ覚えておいてください。で、walk に関しては単語の方でも説明したんで、サクッとだけ言いますけど、これ walk ですよね。じゃ、こっち書こっか。walk。で、やっぱり間違いやすいのがこの子ね。これ下が work です。walk と work なの。で、なんで間違いやすいかっていうと、WA だけ見ると和なんだよね。で、WO って和なんですけど。だからそこだけ見ると、どうしてもこっちがワークで、こっちがウォークに行きやすいの。ミスとしては。
で、ワーク、ね、ウォークの方。ウォークって、ウォーキングとかで日本語で言うじゃないですか。だから、ウォークが歩くって結構覚えやすいのね。ウォーキングって歩くことだからさ。だから、ウォークが歩くか、あ、こっちウォークだから、ウォーだからね。だから、歩くだよな、みたいな。その音から意味にミスが結構出やすいところなのね。だけど、じゃなくって、上が、ウォーク。下が、ワークね。ちなみに、ワークは働くね。下の方は。っていう意味になるので、そこ気をつけてください。で、ラストですね。Why don't you ほにゃらです。これは、まあ、文の最初で使うことがほとんどですけど、まあ、why。ね、これが、なぜって意味を持ってます。でも、今回そこに全く囚われる必要がなくって、why don't you ほにゃらら、セットで使うと、ほにゃららしては、どうですか？なんとかしてみたらどう？みたいな。結構ラフな関係で使うことが多いね。気楽にね。why don't you ほにゃら、ほにゃららしてはどうですかって。なので、たまに、あ、たまにね、例えば使ってみると、まあ、最初文の最初大文字にして、入るかな？ちょっと待ってね。why don't you 来るでしょ？で、そしたら次、動詞が来ます。で、どうしようかな。go とかにするか。じゃあ、go there。there はそこね。で、そこに行くっていうときは、go to there ではなくて、to を抜きます。there は。there と here のここはね。で、why don't you go there といえば、そこに行ってみたらどうだい？どうですか？っていうふうに言います。っていう感じ。あと、まあ、あれか、時制とかつけてみるか。入るかな？ next Sunday とかつけてみる？入ったかな？ OK, OK。で、next Sunday で次の日曜日ってつけれるので、例えばこう、why don't you go there next Sunday っていうと、次の日曜日に、そこに行ってみたらどうですか？みたいな。っていうふうに使うことができますので、ぜひね、覚えておいてください。よし、ちょっとね、咳とかしながらで申し訳なかったんですが、今回もね、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。で、引き続き、偶数日ですね。まあ、2日とか4日みたいな。偶数日に、きっかけ英熟語、もしくは英単語、アップしていきますので、もしよかったらね、次回の方もご視聴ください。ちょっとまだ決まってないんですけど、多分ね、次回は英熟語3になる。と思います、風が悪化してなければだけど。よいしょ。ちょっと待ってね。よし、これ大丈夫かな？消し間違えるとあれだからね。待って、こっからテストと同じだから大丈夫ね。はい、ということで今回もね、本当にご視聴いただきありがとうございました。また次回、よかったらご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。